裾野市立、鈴木図書館は、静岡県裾野市にある、公立図書館である。裾野市の図書館の変遷図書館内にある、鈴木忠次郎の銅像財団法人裾野町、鈴木育英図書館、時代1963年、寸東軍、小泉村出身の実業家である、鈴木忠次郎により、約1億円の育英資金が寄付される。地元の町民による、 図書館設立の希望に応えるため、その寄付金をもとにして、1967年に佐野に土地、建物を取得し、財団法人裾野町、鈴木育英図書館が設立され、1968年7月15日に裾野町佐野741番地の位置に開館した。開館式には約50人が参加。町民、婦人会、出版社の寄付協力を得て、 設立当初には約6000冊の蔵書を有していた。鈴木忠次郎の娘である鈴木義子が館長に就任し、1991年の閉館までずっと館長を務めた。鈴木育英図書館は館内には室を有しており、俳句、短歌、作動、美術教室、古文書会など市民サークル活動の拠点としての役割を果たした。 1990年10月に、静岡市民文化会館で開催された第76回全国図書館大会では、館長の鈴木よし子が功労者表彰を受けた。同年12月10日、財団法人の解散に伴って、裾野市に対して建物や蔵書の寄付の申し込みがなされた。1990年12月時点の蔵書数は約5万6千冊だった。 静岡県内の21市で、私立図書館を持たないのは、裾野市のみだった。財団法人裾野市、鈴木育英図書館の建物や蔵書を引き継ぎ、1991年4月1日に、裾野市立、鈴木図書館が開館した。その際、鈴木忠次郎の功績を重んじ、図書館名に、鈴木の名前を残している。また、財団法人時代に館長だった。 鈴木よし子が館長に留任した。なお、鈴木よし子は館長退任後に裾野市立鈴木図書館の名誉館長となっている。1994年7月20日、裾野市平松に裾野市立鈴木図書館の新館が開館した。旧館の蔵書は約5万冊であり、新規に購入した約1万冊を加えた約6万冊を所蔵していた。 中高生が対象のヤングアダルトコーナーや親子連れが対象のお話の部屋などが新たに設けられた。同年8月の利用者数は7556人であり、貸出数は21166冊だった。休館時代の前年同月と比較すると利用者数は4.2倍に、貸出数は4.8倍になった。新館は 東西公民館との併合施設であり、公民館の利用者が気軽に来られることも利用者が増加した要因である。運営方針として、市民の生涯学習の拠点を目指し、個人の知識と教養を高める、各種講座の開催、推進に努めている。2004年度より、図書館だより、図書館ホームページでの最新情報の提供、インターネットを利用した、蔵書検索システムの導入など、 IT 化にも取り組んでいる。また、裾野市子ども読書活動推進計画と連携し、子供の読書の関心を促すため、児童書の選定、収集、子供の調べ学習のための資料を集めた、袋コーナーの整備、赤ちゃんが絵本と出会う機会と読み聞かせの大切さを伝える、ファーストブックの活動、お話し会やテーマ別児童書店、行事等を進めている。裾野市立、 鈴木図書館と市民文化センター図書館の利用は下記の通りである。ありがとうございます。